ジーン、バティスト・モリンジャンイコール・バティスト・モランに生まれた。16歳から、エクス・アンプロバンスで科学を学んだ。1611年から、アビニョン大学で薬学を学び、翌年学位を得た。1613年から1621年のアイダブ・ローニュの司災に雇われ、この間、ドイツやハンガリーを旅した。死災付けの先生術師を務める傍ら鉱山で、 金属の研究を行った。その後1629年までルクセンブルク校に雇われた。1624年にディフェンス・オブ・アリストテレスを出版した。工学の分野の研究も行い、先生術の研究も行った。ピエール・ガッサンディと共に天文学の観測を行った。1630年にコレージュロワイエの教授に任命され、修正その地位を保った。 堅固な天道説の信奉者で、ガリレオとガリレオの説の反対者であった。ガリレオ裁判の後も、ガリレオを攻撃した。論争好きで、デカルトと1638年に会った後には、デカルトの理論を攻撃した。これらの行動がモランを科学界で孤立させた。経度の測定方法は当時公開上の重要問題で各国で検証がかけられていた。 モランは1634年に月の運行表から求める方法を提案した。月の星座に対する位置を用いる月巨法の改良で、より正確な測定装置や月の示唆の補正を加えたものである。正確な時計を用いることを提案したゲンマフリシュースの方法を信じなかった。モランの提案が実用的かどうかの判定はリシュリューによって設けられたパスカル、ミドルジュ、 エリンゴ女の委員会によって行われ、委員会と5年間にわたって論争することになった。1645年に、リシュリューの公認のジュールマザランによって2000リーブルの賞金が与えられた。先生術の分野で晩年、ガリア先生術を表した。出版されたのは、死後の1661年である。ありがとうございます。